夢は、逃げない。逃げるのは、いつも自分だ。ところで、この前応募した、純銀製ブルーアイズが、未だに届かない件について。なお、キャンペーンの締め切りは、2018年5月の11日である。この前とは、一体。しかし、たかだか2年の時間経過ごときで日寄っていては、この、サイバネティックホライゾンについて、解説する資格などあるまい。よって、無免許のまま始めていくが、そも、儀式モンスターが、レギュラーパックの表紙を飾ったのは、スペルオブマスク以来、17年ぶりの珍事であり、その点からも、本パックが、儀式召喚にスポットを当てたものであると、伺い知るにあまりあるだろう。そんな、サイバネティックホライゾンは、2018年4月14日に発売され、遊戯王20年の歴史を語る上で、欠かせない節目として、重要な役を担っていた。というわけで、まずは、表紙を飾ったモンスター、サイバースマジシャンについて触れていくが、そうなぁ、こいつはなぁ、実に人間味あふれるやつだったよ。見た目も、そして中身もな。あらゆるダメージを半減し、他の自分モンスターを相手の効果、攻撃から守り、リンクモンスターとの戦闘時には、攻撃力が1000アップし、さらに破壊された場合には、デッキからサイバース族を手札に加えるサーチまでついているという、圧倒的詰め込み教育。さりとて、いずれも、脅威と呼ぶには物足りないものばかりで、むしろ爪が甘いとさえ言える代物であった。当然、環境で姿を見かける機会などなく、その存在は、本段屈指のハズレアとして、デュエリストたちから疎まれることとなる。とはいえ、だ。本段においては、青枠が顔を覗かせたが最後、というわけでもない。というのも、サイバネティックホライゾンにおける、当時のトップレアもまた、儀式モンスターであり、破滅の美神ルインが、プエンティスシークレットレアでお目見えしたなら、祭り、数箱分の元手を、一瞬で取れてしまうというような、夢と希望に溢れていた。遊戯王は、宝くじだった。なお、デミス、破滅と終焉。同じリメイク組なのに、どこで差がついたのか。強いて言うなら、心、かな。脇目も振らず、ルインの脇を凝視しながら。ちなみに、というか、遊戯王の歴史を語るに及んでは重要なことなのだが、こちらのプエンティスシークレットは、サイバネティックホライゾンにて、初めて収録されたレアリティであり、遊戯王20周年を記念して作られた、メモリアルなものだった。まあ、その一方で、ノーマルに優秀なカードが多かったというあたり、サイバネティックホライゾンが投げ売りされていたゆえんでもあるのだが、とりわけ、本段にて登場した新テーマ、トラディオンからは、複数の環境カードが、排出されている。そのうち、精神のトラディオンと、アークロードトラディオンは、ドラゴンリンクにて使用され、先行ワンキルやら、先行制圧やらで、散々暴れ回っていた。さらに、真珠のトラディオンは、手札から特殊召喚可能なチューナーであり、このカードの存在が、クリッター1枚から、ハリファイバーへ繋がるルートを開拓し、汎用カードの1枚として、後々まで、様々なデッキで使用されることとなる。汎用性や、環境クラスという点で言えば、こちらの2枚も、なかなかに見かける機会が多かった。戦闘機ハヤテは、長らく環境トップに居座り続けるテーマ、戦闘機の風属性担当であり、直接攻撃と、デッキから戦闘カードを墓地へ送る、攻め攻めの効果を持っていた。対してリプロドクスは、モンスター2体から簡単に召喚できるリンク2で、リンク先のモンスターの属性、または種族を変更するという、一歩引いて主人を立てる、良妻賢母的存在であった。一応言っておくが、嘘である。本当は、デビルフランケンの種族をサイキック族に変更し、粘土増幅装置を装備させることで、ライフコストを踏み倒させ、融合モンスター製造機に変貌させる、悪い奴だった。一見人畜無害そうで、その実、やべえやつだったというのは、遊戯王においてよくあることだが、結果的に制限カードに戻されたデビルフランケン君の心中を考えると、胸が痛む思いである。そう、土台すべては、コナミ神の御心のまま。どれだけ悪用を犯そうとも、罪を問われない者もいる。例えば、この、バレルソードドラゴンのように、リンクモンスターの中でも、大型の部類に入るランク4にして、最強の矛との呼び声も高い、ぶっ壊れ。豪華モンスター3体以上という召喚条件もこのカードを従えるためと思えば軽いものだ。バレルソード最大の武器は圧倒的火力にある。素の打点も3000あることから戦闘面での活躍は十分に想像できるところだろう。が、無論それだけではない。1ターンに1度攻撃表示モンスターを守備表示にすることでこのカードに2回の攻撃権を付与するという明快かつ強力な効果を備え、さらにこの効果の発動に対して相手は効果を発動できないという安心設計はバレルソードの突破力を一層押し上げる役目を果たしていた。
そして極めつけは、1ターンに1度、このカードが表側表示モンスターに攻撃した時、ターン終了時まで、このカードの攻撃力を、そのモンスターの攻撃力の、半分アップし、対象としたモンスターの攻撃力を半分にするというね。これもうわかんねえな。わかんねえので、ざっくりまとめておくと、モンスターを、守備表示に変更することで、一度のバトルフェーズに2回の攻撃が可能で、さらに打点アップと、相手モンスターの弱体化までこなすという、まさに現代遊戯王が生んだ、最強の矛。ちなみに、守備表示にする効果は、相手モンスターを守備表示にするもよし、自分のモンスターを守備表示にするもよしなので、非常に使い勝手の良い効果であった。特に、攻撃が終了した自分のモンスターを守備表示にすれば、攻撃権のロスもないので、デュエリストたちは、デュエルを終わらせるフィニッシャーとして、このバレルソードドラゴンを、好んで使用した。エクストラデッキから呼び出せるフィニッシャーというと、昔日のダークダイブボンバーを彷彿とさせるが、まさに役割は、同様で、一時など、すべての道は、バレルソードに通じると、皮肉混じりに語られたものであった。かくして、新たな環境の創造という点において、大きな影響を及ぼした、サイバネティックホライゾンだったが、これ以外にも、本段には、今日まで根強い人気を誇る機械族テーマ、サイバードラゴンや、儀式の概念を変えたテーマ、デビリチャルなんかも収録され、遊戯王20周年の節目としては、それなりにふさわしいパックだったのではないかと、私は思う。いや、地味とか言わないでくれ。単に前のパックがぶっ壊れすぎていただけなんだ。そう思っていた時期が、私にも、ありました。なお無事に、次回のパックもぶっ壊れた模様。優秀な兄弟に挟まれた、サイバネティックホライゾンの明日は、どっちだ？マジないとか、マジないわー。ご視聴ありがとうございました。